はいどうも、1分映画批評です。今回は第72回カンヌ国際映画祭最高賞パルムドール受賞作、ポン・ジュノ監督作品のパラサイト半地下の家族で、格差社会、貧困層の喘ぎだけではないというか、それだけでは全然この映画語るに足りてない。この映画が本当に伝えたかったことが、実は無線機、トランシーバーに隠されてるんじゃないのかという僕なりの解説、考察をしていこうと思います。ちなみにここからはがっつり確信に触れるネタバレがありますので、ご視聴の際はお気をつけください。で、トランシーバーの話に移る前に、この映画、すごく意図的に2つのルールが守られている映画だなと見ながら、感じていました。そのルール、1つ目っていうのは、段差のある場所では会話がないこと。そして2つ目は、窓を隔てると会話ができないっていうことですね。まず1つ目、段差のある場所では会話ができないっていうのは、簡単に言うと、1階と2階にいる人が会話することがないってことなんですよ。だから映画内での会話は、1階にいる人同士で、2階にいる人同士でしか行われないし、もっと言えば、会話をしたければ同じフロア、同じ階にいないと会話ができないっていう、そういうルールのある映画になっていました。で、これは言わずもがな今の格差社会、階級社会、ピラミッド型の社会というか、メタファーというか、もはや直喩ですよね。しかもこの映画の舞台、ミクロなところだと金持ちの家には同じフロアでも小さな段差あったり、ソファーと机の下なんていう段差もありましたし、マクロなところ、大きなところだと街が坂の街、しかも分かりやすく標高が高いと高級住宅、標高が低いと低所得者層向けの住宅、なんなら主人公の自宅は半地下っていう、ほとんど地下に潜っちゃってるような家っていうね、とかなってるので、格差を感じずにはいられない、これ以上ないぐらい格差を感じられる舞台になってるんですよね。坂の上から流れてくる水はお金のメタファーのようにも感じますし、単純に綺麗な水が汚れと汚れて下の世界に流れ届くような生活の質のメタファーのようにも感じられて、そこの比喩表現の情報量もめちゃめちゃ多くて、それも良かったんですけど、特に個人的に印象だったのは、同じ階にいないと会話ができないっていうことを強く感じました。そして2つ目、窓を隔てると会話ができないっていうことですね。そんなルールありました。半地下の家族の住居は例外的というか、ちょっと中性的な感じもしますけど、基本的には窓を隔てての会話はなかったと思います。窓からは見下ろすだけか、窓の風景を眺めるだけ、窓の中から外に何かを伝えることはできない、声が届くことはない、ジェスチャー越しで何かを伝えることはあっても、窓越しに直接声をやり取りすることはないってことですね。で、姿が見えていても窓の外と中では会話ができない、そういったルールも見ていてとても感じました。で、繰り返しになりますけど、今挙げた2つのルール、段差のある場所では会話ができない、そして窓を隔てると会話ができない、このルールをこの作品は堅くなに守ってるなと感じました。なんですけど、この2つのルールにも例外があって、それが携帯電話とモールス信号、そして無線機、トランシーバーなんですね。携帯電話とモールス信号に関してはここでは割愛しますが、これらも階級社会の段差をなくすツールとして効果的に使われていたり、録画機能とか叶うはずのない悲しいクライマックスなんかにも使われていてよかったんですけど、携帯電話とモールス信号もめちゃくちゃ良かったんですけど、この映画の肝はとにかくトランシーバーなんですよね。で、トランシーバーどういったものかというと、金持ちの息子くんが親に買ってもらったプレゼント的なアイテムにパッと見見えるんですけど、僕はそうではなくて、知らず知らずに貧困の匂いが染みついてしまった金持ちの家から息子くんが距離を取るためのアイテムなんじゃないのかなと考えています。息子くんが家庭教師たちと運転手、家政婦の匂いが同じということに気がついて、柔軟剤変えよっかみたいなコミカルなシーンもありましたけど、この映画でいう匂いっていうのは、実際の柔軟剤の匂い、レノアハピネス云々の匂いじゃなくて、低い階層の住民から立ち込める、言ってみれば貧困の匂いっていうのを一貫して示していて、それがすでにこの家の息子くんには嗅ぎ分けられてしまってるっていうのが、僕はこの映画の主題なんじゃないかなと考えてます。もう一回言いますけど、この映画の主題は格差社会云々ではなくて、息子くんが貧困の匂いをすでに嗅ぎ分けてしまってるっていうことが、この映画の主題、テーマだと僕は考えています。だから息子くんは家中に溢れかえる貧困の匂いを誰よりも吸いたくがないために、トランシーバーを使って、さっき挙げた2つのルール、段差があると会話ができない、窓があると会話ができないっていうルールを壊してきたんじゃないのかなと考えています。となると、この映画見方がだいぶ変わってきて、昔のね、家政婦夫婦たちの地下室バトルだとか、下には下がいるとか、金持ちふざけんなとか、格差ふざけんなとか、第2第3のジョーカー生まれっぞとか、そういう次元、今ある格差の次元のだけの話ではなくて、純粋無垢で大切にされるべき、これから未来を作っていくべき子供までもが、すでに格差社会を大人よりも、誰よりも肌で敏感に、過剰に感じてしまっているし、そういう格差アレルギー持ちの子供が育ってしまう社会っていうか、もはや家族ですよね。格差アレルギー持ちの子供が育ってしまうような家族、家庭で自分より下の階層の人たちを排除していくような子供が、これから先どんどん育ってってるんじゃないのかっていう問題提起がされてるんじゃないのかと思いました。だから、パラサイト半地下の家族は繰り返しになりますけど、一口に格差社会を批判している映画だけにとどまらず、下の階層の人たちを排除してしまうような格差アレルギーの子供が育ってしまっているよっていう、そういう根の深いやばい映画なんじゃないのかと感じました。そしたらもうトランシーバーだけじゃなくて各絵もそうですよね。画面の右下には茶色ではなくて黒色が配置されていたのも、下の階層への拒絶反応にも取れますし、下の階層を見たくないっていう意思表示にも取れるっていうね。で、そうした視点、息子が下の階層を排除しているような人間に育っているっていう視点で、クライマックスの大団円的なね、屋外で息子くんのサプライズ誕生日パーティーシーンを思い出すと、地下シェルターから出てきた元家政婦の旦那のおじさんの標的ってのは、自分の嫁を痛めつけたソン・ガンホの家族ではなくて、自分の送ったモールス信号を無視した息子くんめがけて殺しに行ってるように思えてきますし、ソン・ガンホの犯した不可解な殺人も、ただ金持ちに匂いをディスられたことによる蓄積型の恨み、突発的な殺意ではなくて、もっと深い、もっと深い動機の、まだ小さい子供に格差社会を植え付けている親に対しての、勝手に自分より下って決めつけた人間たちを排除するような子供を育ててしまっている親に対しての深い殺意、殺人の動機があるように思えて仕方がないんですよね。だからあの子供は、あの息子くんは、あのおじさんの SOS を実際無視しちゃってるし、で、なんなら貧困の匂いを吸いたくないしっていうね、そういう子供を育てている社会、世界っていうのはどうなのよっていう映画なんじゃないのかなと僕は思いました。はい。いや、ほんとね、パラサイト半地下の家族は他にもね、いろんな切り口あると思いますし、ものすごい情報が詰まった凄まじい映画だと思いました。本当に単純にね、コメディとしてもサスペンスとしても抜群に面白いですし、本当に懐の深い素晴らしい映画だったと思いました。ではここら辺で終わります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。1分映画、今日でした。